じゃあ、各一番から解いていきましょう。では、誘導通り、x を、はい、t と置きます。じゃあ、両辺 t で微分して dt 払うと、dx イコールマイナス dt。 で、x が2分の π から π までというときは、2分の π 入れると、えー、t も2分の π ですかね。で、x に π 入れてあげると t は0かな。では、左辺イコールで変形していこう。はい、左辺は積分区間が 2分の π から0になり。で、x のところは π-t。で、f sinπ-t。で、dx の代わりに -dt だよね。さあ、そしたらこの f sinπ-t というのはもちろん sin t のことだから sin t に変わる。 あとは示した意識と見比べてもらえればこのマイナスはいらない子なのでマイナスを積分区間の入れ替えに使ってあげてこういうふうに早変わりするわけですね。でね、まあ、今回これで証明せよだから証明終わったんでいいんですけども。 普通はね、これね、t じゃなくて、最初から x の形になってます。それを示せっていうふうな問題になります。と勝手に俺が次これでね、x って書き換えた式を、こんなふうに書くと、やたらね、質問が起こるんですよね。先生、何してんですかって。何してるって文字を変えたんですよ。あのー、ですね、 もしこれが不定積分だったら、こいつの積分の結果こうなるし、tdt だったら、こうなるから、これとこれが等しくないぞという主張はまあわかるんだよ。でもさ、定積分だった場合って、こいつに1、0って代入するから、この値でしょ。 t に変わったら t に変わってるこれもちろん同じ2分の1でしょね。同じ値になるわけだからさ、これ、xdx tdt という風に、同じ文字だったら勝手にすり替えても問題ないわけよ。ね。だから、はじめ確かにこうやって時間積分したから、なんかこの t とこの x って書き換えるのがすごく気持ち悪い人いるかもしれないけども、スタートの x と、ここで書いてる x はまあ別物なので、別に、あの、時間積分じゃないですから、 定積分として等しいので勝手に変えましたってことは別に許されますから、ね。もしそういうふうな問題に出会ったらそういうふうに変換してみたらいいと思います。はい。じゃあそれを用いて2番目ってことなんだけども、はい。積分区間に注目をするといいですね。今回のこの0から π の xf sin x ってなってるものは、2分の π から π まではこういうふうに変身できるぞって言ってるわけだよね。 元々0から2分の π の場所もいて、2分の π から奥のものがこうなるという主張らしいから、だから2番のものを証明したけったらし、し <laughs> 変な考え方したよね。2番のものを証明したかったら、言えた。さら、た0から2分の π で一旦切って、話を進めてみたら良いんじゃないかな。はい。じゃちょっとこっち側でね、やってみましょうか。では、えー、これ、ね、後で使用することにしますので、x に変えたこの式を、 番号1番というふうに置いときますね。じゃあ2番を0から2分の π と2分の π から先で分けます。 とこうかな。さあ、そうすると、カッコ1番を適用できる形になりました。ね。なので、この丸一番を使って、こいつに変身立てます。 こうなりますよね。さあ、そしたら左側と右側で、積分区間が0から2分の π で揃ったよね。じゃあ、積分区間揃ってるなら、中の関数をくっつけてもいいよね。くっつけちゃおうか。で、f'x ってものはまとめられそうだから、 それ以外のものでくくってみようね。はい。するとこの x く x が消えて π が残ってくる。定数は前に出せるもんね。ということで。 こんな式が登場しましたということでした。はい。で、この2番の式の意味だけども、f'x ってのはこれ sin x の式です。で、sin x って、0から π までではこういう動きするんだったから、 0から π に関して言うなら、x イコール2分の π に関して対象だぞっていうことだよね。で、0から π までってなってたら、当然0から2分の π の2倍でいいじゃん。わかりますこ,この面積とこの面積同じでしょってことで、左側の面積の2倍が全体だってできるじゃない。でもそこにもし x がついてるときっていうのは、そいつに π をかけて外に出るような形になります。 まあそういうお話ですね。じゃあ3番は今く、今のをね、提供していきましょう。はい、当然2の結果を用いて、 左辺は、π から0ロ2分の π の、サインの3乗を使います。ね、あとは、ねえ、えぇ、ー、3枚書でもちろん構いませんけども、一応、奇数上は、一つ出してあげて、サインの2乗を作ってあげて、 それをコサインに変換して、こういう風にするんだったっけね。はい。あとは、コサインの式かけるサイン xdx はコサイン n 時間が定石だよね。コサインの式かけるサイン xdx はコサイン n 時間が定石。これを置き換えるのが一つだし、あとは、こういう風うに展開で見てあげる。そしたら、 コサインの微分がマイナスサインだから F の N 乗をかける F ダッシュの形にもなるわけだよ。この場合2乗かな。こういう形でも見れる。ということでこんな風に見えるのかな。 積分しましまょうはいじゃあこれで2分の π を入れると全部なくなるから0入れたものだけ残ってきて答えは3分の 2π ということでした。はい。 ということで、まあ基本的にこういう1番とか2番みたいな誘導がなく、これをドーンとくることは、まあほぼほぼないです。あ、これは3倍角で解けるからあれだけど、もっと複雑なものでは基本的に誘導がつくはずですから、まあそこは安心して誘導に乗ればいいんだけど、問題は誘導に乗れないとちょっとまずいんでね。で、まあ特徴的ですよね。Fx がこの区間で連続じゃないと、そもそも Fsinx っていうのが定義できないからさ。この中にいるものが0から1しかないぞにしないとね。 2以上も OK とかにすると、この形で書けなくなっちゃうからね。ですんで、そんなものを見たときに、サインの式が登場していたら、今の時間をね、考えてみてもらったらいいんじゃないかなというふうに思います。はい。じゃあね、えー、今日の授業はね、工、え、程、ー、で終わりたいと思います。皆さんね、次の動画でもまたしっかり勉強頑張りましょうね。じゃあ、お疲れ様でした。えー、今回の動画、完璧ですか もし怪しいなと思うとこがったらねちゃんともう1回見るもう2回見るっていう動画の特性を生かしてくださいね我々は他の単元の動画も撮ってます、えー、ホームページの方見てもらえるといろんな単元どの単元があるのかなってものも分かりやすいですから是非ホームページも活用してねじゃあねー